京都芸品館切りの間切り金ランマ、実月、エリサ横作京都芸品館富士の間切り金、舞台扉、響き流行院、エリサ横作切り金は、細金とも呼ばれ、金箔、銀箔、プラチナ箔を、数枚焼き合わせ細く直線状に切ったものを、筆と接着剤を用いて貼ることによって、文様を表現する、伝統技法である。細い線状の切り金と、 三角形、両形、丸型などの形に切った、切迫、切白、白ある形に切り、透かした細分、これらを単独あるいは組み合わせて表した文様を、切り金文様と呼ぶ。日本においては特に仏像、仏画の衣や装身具を称号するために、発達してきた。現代では、工芸品として利用されることも多く、 京都市の伝統産業として軽の手仕事工芸品に認定されている。アジア以外の作例としてヘレニズム時代の地中海沿岸で製造されたと推定される金箔による植物文様を2層の透明ガラスの間に挟み込んだゴールドサンドイッチガラスと呼ばれるものがある。金箔入りガラスボール、金箔入りガラスプレート、金箔入りスキュポスや 金箔入りガラスカップが例である。4世紀頃には、金箔入りガラスメダリオン、金箔入りガラスベース、金箔入りガラス碑文が製造されており、これらは金箔をガラスに貼り付けた後、先の細い道具を使って刻むことにより、模様を浮かび上がらせた節分の例であると考えられる。その後、9世紀から10世紀頃のアッパース超下のイラクやシリアから、 金箔入りガラスボール、金箔入りガラスカップやボール、金箔入りガラスタイルが、12世紀前半の残ギ以長下のシリアでは、金箔入りガラス瓶が発見されており、技法が伝播していることが伺える。中国では、北西時代の菩薩像2体に、霧金が見られる。菩薩立像の胸飾りや腕線は、金箔で彩られ、真ん中に合わせ目を見せる赤いもには、 緑と赤の区画に白い丸文を描いた文様が縦に連なっており、この区画の境界線には切り金が使われている。また、もう一体の菩薩像残血には、中央の飾り帯の環状飾りより下に、切り金によって二重の亀甲文の中に亀を描いており、もっそにも縦長の亀甲文の中に三枚の葉を持った植物文を上下に重ねた文様などが施されている。 6世紀前半、朝鮮半島では、くだらの中世南道部内王領から出土した王妃の木製頭枕に金箔が使用されている。シュール氏と思われる赤色に着色された表面に幅を持たせて帯のように切られた、戦場の金箔による亀甲文様が施されているのが確認されている。日本においては、7世紀半ばに朝鮮半島や中国大陸より、 仏像彫刻や仏画と共に伝わったと言われる。法隆寺所蔵玉虫寿司の趣味上がり鎌地下の受け花、花弁先端部分に小さな長筆形の切迫が施されており、これが国内に現存する最古の切り金作品とされる。玉虫寿司よりも技法的に進んだ例として、法隆寺近藤の四天王立像があり、東木天像には筆形の切迫、 多門隆史像には、丸い節白や四葉分の節分が使用されている。この頃には金を薄く打ち伸ばして、金箔を作る工人や金箔を切り、押すなど、節白、節分、切り金を自由に使用することのできる工人がいたと、見られる。仏教美術以外では、白宝文化を代表する絵画である、高松塚古墳壁画には天井に描かれた。 実月図に金箔と銀箔の切迫が使用され、静粛図には直径0.9センチメートルほどの円形の金箔が使用されている。奈良時代には東大寺北家道の間室作り四天王立像の仏像の衣や甲冑の装飾、東大寺階段堂の素像四天王像の着衣の自分に直線文と点鉄文の切り金が使用されている。 正倉院宝物の白木ごと、金薄リング酒屋大鳥型には筆、松葉、草花文や曲線で表現した、鳳凰文などの切り金文様を見ることができる。正倉院の人勝ち残決には花や葉の文様を、節文で表現している。旧世紀の作例である当時四天王立像のうち、持国天像は、直線文と点鉄文の組み合わせで、曲線文はなく、 技法的には、奈良時代の延長上にある。霧金の曲線分が使用されるのは、仏教美術全般の基調が、東風から和風へ移る頃、10世紀前半とされる。11世紀頃には平等院法王堂扉へ、九本王上図に、霧金が取り入れられ、これが、仏画における最古の作例となる。平安時代後期の高野山金剛峰寺の、 ふつねハンズや東京国立博物館像の金館、出現図などの仏画に繊細な切り金文様を駆使したものがあり、仏教美術の流星とともに切り金は飛躍的な発展を遂げたことが伺える。また、平等院の本尊、阿弥陀如来座像の大坂から見つかったガラス容器の破片八十四点の内三点に切り金装飾が確認されており、古代のガラス在庫に 霧金が,が施された例は、東アジアでは初めてである。鎌倉時代には、諸村の憎みを金霊で塗り、着衣を金霊あるいは木の下地として、霧金を置く、しっかり金色技法が誕生している。また、レンカラ草や万字つなぎ文、雷文つなぎ文、雲の巣文、小鳥など新規で変わった文様が見られるが、中国南宋の影響によるもと考えられる。 室町時代から江戸時代にかけては、次第に形式化し、金箔に代わって金霊による文様も普及したため、それ以降は継承者が少なくなっていった。金星以降は、東西両本願寺の日後のもとで限られた人にのみ、伝承される技になってしまったが、現代になりその技法を伝えようとする人々が現れ、講演会や文化教室を通じて徐々に認知されつつある。 円月き金箔白打ち紙で叩き伸ばされた時にできる。格子状の跡が見える銀箔左から、白板と金箔、竹ばさみ、消灯しない左から、板にかわ、ふのり、霧が根筆、鳥筆筆雪平ふのりにかわ自然現象、植物、動物、日用品などを図案化し、規則正しく幾何学的に繰り返すことによって、文様を表すことが多い。 基本となる文様を応用し変形させたものや、それぞれを組み合わせたものなど様々なパターンがあり、一概に決まっているわけではない。丸切りは、丸い切迫を打ち抜くための道具アメリカ合衆国、ボストン美術館像フランス共和国、ギメ美術館像東京国立博物館、所蔵戦士館の像東京国立博物館所蔵、潤太古館の像東京国立博物館、 所蔵国蔵菩薩像東京国立博物館所蔵九尺明王像京都国立博物館所蔵釈迦金貫出現図京都国立博物館所蔵十二天像の内水天奈良奈良なら国立博物館所蔵一時かなわ曼荼なら国立博物館所蔵大仏帳曼荼奈良国立博物館所蔵十一面観音像なら国立博物館所蔵イリン、 観音像なら国立博物館所蔵不遍菩薩像、なら国立博物館所蔵地蔵菩薩像京都、新五寺所蔵、釈迦如来像和歌山、両校院所蔵伝線中、有限観音像ボストン美術館所蔵場頭、観音像ボストン美術館所蔵不遍延命菩薩像、これまでに重要無形文化財保持者の認定を受けたのは以下の3名である。ありがとうございます。